高槻綾涼水栄光主役で映画ヒロイン頑張る姿勢を伝えられたら、女優の高槻綾涼が来年春公開の映画ラストターンでヒロインを務める、主演の岩城浩一が演じる定年退職した男性が認知症予防のためしのコミュニティクラブに通い第二の青春を送る物語。高槻はそのクラブにある水泳教室の講師役を務める。高槻自身も幼少期に水泳選手を目指していた過去があり、ハマり役となった形、希望に向かって新しいことに触れていく姿に私自身勇気をもらいましたと撮影の感想、頑張る姿勢を役を通して伝えられたらと思います。様々な世代の方に触れていただきたいと呼びかけている。